僕フォルテ。おはようございます、フォルテです。ウィンターウェア、冬着。本日は大変寒いです。しかし練習をしないといけません。なぜなら来月 CD を作るんです。ですが難しい。弾けてると思ってたんだ。ですが、昨日レッスンがありました。で、そのレッスンは僕が2年前にショパンコンクールインアジア大学生部門で、優勝して、で、ソリスト賞をもらって、で、ソリスト賞の特典かなんかで海外の教授のレッスンが受けれるっていうことで、海外の先生のレッスンを受けてきました。で、2年間ね、チケットが有効だったので、1年目は行かずに2年目行ってきました。それが昨日です。ギリギリでしたね。ということで、この海外の先生にショパンのバラードを聞いてもらったんですが、まあ、まだまだと、ご教授いただき、しっかりと練習することを決意したんです。弾けてるとは言われたんですけど、これはこうした方がいいよってものすごくたくさんアドバイスをいただいたので、それを練習していこうと思います。まずはこうだ。海外の先生はね、ものすごくね、良かったですよ。ものすごくピアノもね、弾いてくれて上手だったので、やっぱね、あの先生にしか出せない音をたくさん感じることができたので、すっげーって思いました。僕もどうします。まず僕は今までよ、こんな感じで結構今間違えたけど、スピードで突っ切ってましたけど、ダメって言われました。こうやって濃いソースみたいな感じで弾いてくれってな、のポーランド語で言われたので、シュワって言って英語で返しました。聞こえるように、そして左手、左手のバスが聞こえるようにって言われます。練習をして、こうやって練習をしろって言われたので、やってるだけです。僕はこれを面白いと思ってませんから、勝手に笑わないでください。こう練習をするディープディープディープって言われたので、
なってきたので、デキマッチョってことでちょっと通してみたいと思います。これね、本番で起きたらほんまでこうしてしまいそうよね。ここまでうまくいっとったのにコーダだけ間違えたりとかしたらもう悲しいよってなるよね。これは何が原因か分かったぞ。ピアノが悪いんだよ。おいピアノ、もっと俺の指に沿った大きさの白鍵と黒鍵にしてくれ。これで弾ける。あー間違えた。ボクフォルテ。今後もまた報告をさせていただきます。今回はレッスンで先生に結構ねズタボロされたので、これからもまた一皮むけたニューフォルテおニューでおはようございますでやっていきたいなと思いますので、ぜひともよろしくお願いしますちょ。それではグッバイ。
見てくれてありがとうね。良ければグッドも押してって、なんならチャンネル